はいみなさんこんにちは村長です今日も僕のオリジナルチャット GPT これのですねアップデートを済ませましたバージョン1.6とですね下1桁がまた1つ増えました今回その1.5から1.6にですねアップデートした理由というのは英語にとことん強くなりましたですから英語の学習とかそういうものにも 皆さんにとっても使ってもらえるかなというふうに思います。まあ実演の方はちょっと後半にさせていただきまして僕の方のソフトの全体のお話をさせていただきます。初めて見てくれる方もいますのでこれはどういうことかというと僕が ChatGPT の API というプログラムのインターフェースを使いまして チャット g p t を作りましたチャット g p t を作ったというかですねもう各所で例えば LINE でできるチャット g p t とかたくさんのものが出ていますそんな中でも僕は一番初めには方言でしゃべるチャット g p t これをやりましたそうしましたらですねやっぱり同じようなことを考えてる方もおられたのかですね LINE でできるチャット GPT にはですね、ギャルモードというのがあってですね、可愛いい言葉で喋ったりします。ただし、僕の方もあります。それは、大阪のギャルとかいうような、画面の中央ぐらいに書いてますように、関西のギャルとか、大阪のおばちゃん、なにわのおやじ、僕も関西人ですので、関西を中心にそういうことと、 その右側にありますように9つの全国の方言ですね特にちょっと方言が強いなと思われる方言で相手をしてくれるそれもですねずっとバージョン1.5まで少しずつ進化していたんですが今回のバージョン1.6ではなるべく方言を使ってものすごくしゃべるように1.5の まあ倍ぐらいと言ったらいいでしょうか。それぐらい進化しています。そして画面右側にありますようにチャットエキスパートモードというのがあります。それには僕の専門の DTM のアドバイスとか、そしてその他にはデザイン、動画制作、そういうのに強いアドバイダーと そして後から説明しますけれども趣味の釣りとかですね鉄道オタクさんとかそういう人にもいいようなものそれをどんどん増やしてきています今後もこのエキスパートモードはどんどん追加していこうと思っていますそして今回は英語に強くなったということです画面の今マウスで示すあたりを見てくださいこのようにですね花の名前を教えて と書くだけで、日本語も出るしその英語も出るようになっていますなるべく忠実に出すようにはやっていますがそこはある程度はチャット GPT 任せな部分もありますので日本語ではリストで出たのにそれがリストで出ないとかですねそういうようなもう少し研究する場所もあるように感じていますその出てくる秘密というのは システムロールと呼ばれる AI を呼ぶときに専門モードにしてどのようにアシスタントをしてくれるかこれをプログラムからコールすることができるように仕組み上になっているわけですそれをすると語尾に顔文字を使ったりとかそんなようなこととかオリジナルのチャット GPT ができてくるそういうものですそして あとバージョン1.6の特徴としましてはここに日本語で入力しますよねそうしましたら一発で翻訳してくれるいわゆる下の文を翻訳してくれるなぜそんなことをしたいかというと一つは Google 翻訳の代わり DeepL の代わりそういうことをしたいのもありますが ChatGPT には英語で聞くとですね より詳細な答えが出てくるようになっています。ですから日本語で聞く以上の効果が出るのでそういうことも含めてやってみました。そして画面の下の方にはその簡単な説明と日付時刻も出るようになっています。こういう感じですね。また僕のウェブサイトの方に飛んでいくようなボタンも作っていますのでここから アップデートとかをいつも確認していただくそんな形になっています使っていただいた方からはかなり本家のものよりは精度がいいねという話で喜んでいただいたりしています先日も YouTube のコメント欄にもですねズームで子供たちに英語を教えてるんだけれどももうリアルタイムでライブでですねこのチャット GPT を使って そして英語の教育に使えるなというようなことも教えてくれた方もおられます。今日はお医者さんの先生にも出会ってきましてですね、例えば僕は今、英語とというふうにしてますが、お医者さんの中ではドイツ語というのもよく使われるので、そういうお医者さんのための専用モードというのとかも今後は開発できたらな、そんなふうに思っています。 そして今日はですね、このアフィニティデザインの中でこういう解説をしています。今まではこの周辺にいろんなものがあるとちょっとブサ引かなと思ってたんですけど、これのいいのはですね、こうやって拡大とかしてすぐに見せれますよね。そして場所もこのように移動したりとかいうことが自由にできるので案外説明には こういうものを使って説明をするというのもいいなというのを今日は感じています。じゃあ僕のチャット GPT を実演していきたいと思います。はい。僕のチャット GPT の画面にだけしました。基本的にサイズは自由にできますが、あまり小さくはできないようにしています。どうしても表示したいものがあるからです。そうしまして、 新たにしようと思った時に右クリックから利益を消去という操作もできるようにしていますそうしまして他のソフトと使う時にこのチャット GPT が前にある方がいい時があるので最前面で固定というのにできますピンク色の縁がつきますこれが最前面モードですここでちょっとやってみますが今日の目玉の部分をお話しします 日本語英語ダブル回答というのができました。このモードにしておきますと、日本語で、まず、こんにちはと打ちます。すると、回答が返ってきまして、その下にですね、English Translation と出まして、Hello, can I help you with something? というふうに出ています。下手な英語発音ですいません。 僕が英語の勉強もしたいなというふうになりまして、こういうふうにしました。そしてですね、右クリックでちょっと僕のような老眼の方はですね、ポイントをこのように大きくもしていただけるモードも作っています。あと、顔文字モードもやってみましょう。顔文字モードはこのようにして複合顔文字というのがあります。 またこれらとは少し違って AI が考えながら顔文字を作ってくれます。これでこのように打ってみます。するとこのように顔文字を入れて出てきます。こんな顔文字は今 LINE とかですね、インスタとかそういうので皆さんがやられるときにはもうこの顔文字はちょっと古臭いですよね。まあまあそれは置いといてですね。 何か楽しいことあるというふうに打ってみますはい今回は顔文字が一つだけかな入っていますけれどもですねこの顔文字も適当にランダムではありません意味をある程度は含めた形で出てきてくれたりそういうふうになるわけです 最後に方言モードもやりますが先ほど後で説明すると言いました趣味暮らしメニューというのがありましてファッションとかですねアウトドアとかこういうのでより専門的に回答をしてくれるモードがありますそれでは、まあ、この面白チャットの方でやりましょう大阪のおばちゃんこれでやってみたいと思いますこんばんはと打ってみます はい。おばちゃんこんばんは。とですね、僕のことをおばちゃんと言っていますね。今日も一日お疲れやねと。こういうふうな形でですね、大阪弁で話をしてくれたりするようになります。まあ、いろいろ試してください。そしてですね、僕の方も不具合であったりとか、そういうものをこまめにこまめに毎日ほどアップデートしています。ですから、 あちょっとこれおかしく出たなとか思ったらですねアップデートしていっていますもちろん無料ですからちょっと怒られるのは困るんですけれどもでもまあ僕の方もなるべく皆さんの要望を取り入れてやっていきたいしもちろんバグはバグのままで置いとくのは良くないと思いますのでなるべくそのように変えていきますがただしチャット GPT の API これを使っていますのでですね、チャット GPT の AI 自身ができないことは僕もできないわけです。ですから、たまに関西弁でって言ってるのに、妙に真面目に返してきたりとか、そういう部分もありますが、それも日々改善をしていったりしています。それはシステムロールの書き方で、 変わっていったりしますので僕も日々研究をしていますので皆さんと一緒にですね盛り上げていきたいなそんな風に思っています今後ともよろしくお願いしたいと思いますそして皆さんの方でもこの解説動画を作るんだとかまたシェアしていただくんだという方はとっても歓迎ですのでもう報告などは全くいりませんので皆さんの方で勝手に その部分はやっていただいて結構ですじゃあ頑張ってまだまだマイナーチューンアップもしていきます村長スタジオでした